はい、道山です。子供が学校に行かずゲームばかりしている、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は不登校の子からゲームを取り上げるべきかという話をしていきたいと思います。というのもですね、学校に行けない状態、いわゆる不登校の状態ですね。この状態になると、まあ高確率で子供はゲームとかね、 YouTube とかスマホ、こういったものに依存します。で、この依存している状態から、例えばゲームとかスマホとか YouTube を取り上げた方がいいか、これお父さんお母さん結構悩むと思うんですよね。で、結論から言うと、これ取り上げるとめちゃくちゃ危険です。で、なんで今日はそれが危険なのかっていうことと、あとはなんでそもそも依存してしまうのかっていうね、この理由と、あとはじゃあ実際どのように対応していったらいいのかっていう、まあ3つを今日はね、詳しくお話ししていきたいと思います。まあ普通に不登校で学校に行けてなくてゲーム依存の子はもちろん、あとは今は不登校じゃなくて普通に学校には行けてるけど、ゲームとかなんか YouTube とかに子供がね、依存し始めていて、で、悩まれているという方にも多分今日は役に立つと思うので、ぜひお子さんの素敵な未来を作る上で参考にしてみてください。はい、じゃあまず最初に不登校の子がゲーム三昧になる理由ってところからお話ししたいと思います。これなんでそもそも不登校の子はじゃあゲームに依存してしまうのかというと、まあ、いろんな理由あるんですが、特に影響が大きいのは今から言う3つなんですね。これ1つ目何かというと、寂しさです。寂しさ、ちょっとこれイメージしてみてください。自分がね、不登校になったとします。周りの子たちとか友達はみんな今学校に行ってますよね。で、その状態で自分1人だけ家にいるという状態です。これどういう感情になるでしょうか。もう間違いなく寂しいなって気持ちになりますよね。みんな学校に行っててね、ワイワイしてる中、自分はずっと一人で孤独にいるわけですよ。で、この寂しいという気持ち、これやっぱりね、人間としてはね、いい気持ちではないので、なんとかごまかそうとしますよね。その結果、たどり着くのがゲームとか、まあ YouTube とかスマホとかになるわけです。うん。なので、この友達に誰にも会えなくて家にいて寂しいよって気持ちからやっちゃってるっていうのがまず一つ目の理由になります。二つ目、これストレス解消です。ストレス解消。例えばですね、不登校になったとします。そうすると、まあお父さんお母さんからね、学校に行けって子供は言われたりとか、あとは自分だけ学校に行けない状態ですよね。この自分自身に対してイライラしたりとか、ストレスを持つ子は結構多いんですよ。なんで俺行けないんだろうとか、あとはそもそも例えばね、誰か友達のせいで学校に行けなかったら、なんで俺はあいつの学校に行くために俺は行けないんだって言って、そこでストレスを持ってしまうとか、あとは先生のせいで学校に行けなかったら、あの先生さえいなければ俺は学校に行けるのにって感じで、その先生にイライラしたりとかって感じで、やっぱストレスが結構溜まるんですよね。理由はいろいろあるんですけど、で、このストレスを発散できるのがやっぱゲームなんですよね。だから結構この暴力系のゲームですかね、そっちをやってしまう子も多いかなと思います。最後3つ目、これはですね、いわゆる暇つぶしです。暇つぶし、まあ、仮にストレスが、ないとか、あとはまあそんなに寂しくなかったとしても、まあ家にずっといたらやることないですよね。じゃあそこでお父さんお母さんたち、子供にじゃあ勉強すればいいじゃんって思うかもしれないんですが、勉強するね、ことってやっぱ大変なんですよ。そんなに楽しいものでもないですしね。だから結局暇だからやることないな、どうしよう、まあじゃあゲームでもするかって感じでゲームに逃げてしまう、ゲーム三昧になってしまう子が多いです。なのでまず不登校の子がね、ゲーム三昧になってしまう理由っていうのは、寂しさ、ストレス解消、暇つぶし、このどれかに当てはまることが多いってことをね、最初に理解していただければと思います。はい、次に取り上げると危険な理由、これについてお話ししたいと思います。まあ冒頭で紹介したように、不登校でね、ゲーム依存になってしまった子からゲームとか YouTube とかスマホ、こういったものを取り上げると危険だよって話をしました。これなんで危険なのか、ちょっとね、理由をつけてお話ししていきたいと思います。まあ例えばじゃあストレス解消でね、子供がゲームをしていたとしましょうか。この状態でゲーム取り上げたらどうなるかっていうと、子供はどん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 ストレス溜まっていきますよね。じゃあそのストレス何で解消できるんでしょうか。おそらくもう暴れたりとか、なんか壁をね、殴ったりとか、そういうような形でしかストレス解消できなくなりますよね。だから何か怪我につながる可能性があるということです。あとはそういったストレスじゃなくて、例えば寂しさとかね、暇だからやっているっていう状態の子もいると思います。で、この時に取り上げたらどうなるかっていうと、子供は例えばさらに寂しくなったりとか、もうさらにやることがなくなってね、もう本当にね、苦痛な状態になりますよね。これイメージしてみてください。何もやることがなくて1日過ごせと言われたら、これは過ごせるでしょうか。もう正直辛いですよね。だからやることが何にもない、なのに親は取り上げてくる、なんで俺の気持ち分かってくれないんだってことから、やっぱ子供が暴れたり手を出したりすることにつながるんですよ。だから闇雲に取り上げるっていうのは、僕はね、正直おすすめしません。もちろん専門家のね、先生によっては、取り上げた方がいいっていう先生もいらっしゃいます。で、そういった専門家の先生
の監修の下で取り上げる、こういう反応が出たらこういう風にしていきましょうねとか、しっかりねサポートしてもらってる状態で取り上げていくんだったら僕は全然 OK だと思います。それでね改善してるケースもたくさんあるので、それは全然いいと思うんですけど、ただね、こういった YouTube とかの動画を参考にじゃあ取り上げればいいんだって形で取り上げてしまうと、おそらくうまくいかずに子供がね結構暴れたりする可能性が高いので、僕はね正直このやり方はあんまりおすすめしません。はい、じゃあ次に安全なゲーム依存克服法というお話をします。じゃあ道山先生、取り上げなかったらうちの子ずっとねゲーム依存になるじゃないでしょうか、どうしたらいいんですかって思われるかもしれません。なので今日は安全、特にお父さんお母さんたちも子供自身もそこまで怪我をするリスクがないゲーム依存解決ステップをねちょっとお話ししていきたいと思います。まずね2つのステップに分かれるんですが、1つ目はですね良好な親子関係を作るということです。これどういうことかというと、まあ、不登校の子とかゲーム依存になってしまう子の場合、全員ではないんですが、まあ、結構な確率で親子関係が悪いことが多いんですよ。具体的には例えば親子で会話がね成り立たないとか、あとは子供はねずっと自分の部屋にいてリビングに全く出てこないとか、こんなような状況の方が多いんですね。やっぱこれだと話ができないのでなかなか解決って難しいんですよ。なのでまずは子供がちゃんと自分の部屋からリビングに出てきて、お父さんお母さんと気軽に話ができる、これぐらいの関係になるまでしっかり親子関係を良好にしてあげてください。で、このために何をやったらいいかっていう話なんですが、まあ、いろんな、ね、ステップあります。いろんなステップあるんですが、今日一つ紹介する方法は子供との会話を増やすということです。まあ、例えばね先ほど言ったように子供はね不登校になると寂しさとか、まあ、ストレスが溜まったりしますよね。だからこの状態の解決にもつながるんですよね、この話を増やすっていうのは。例えばお父さんお母さんが子供たちといろいろ話をしてあげたらやっぱ寂しさだいぶ減りますよね。とかあとはストレス解消にもつながっていくと思うので、どんどん会話を増やしてあげてください。でね、こういった話をすると、いや道山先生うちの子と全然会話が続かないんですよって思われるかもしれないんですが、やっぱこれはですね子供たちの趣味をお父さんお母さんたちがなかなか理解できてないと会話って続かないんですよね。だから例えば極端な話、子供が好きなゲーム、これをお父さんお母さんも一緒にやってあげて共通の話題を増やしていったりすると会話って増えていきますよね。だからそういうような努力を多少なりともして、まずは会話を増やしていって、どんどん関係を良くしていくってことが大事になります。もちろんねそれ以外にも親子関係を良くする方法っていろいろあります。まあ、この辺についてはね私が無料で配信している思春期の子育て講座、この動画の右上からチェックできます。こちらでさらに詳しく解説しておりますので、よかったらこちらもご参考ください。で次ステップ2ですね。こちら何かというとゲーム以外の楽しみを作るということですね。まあ、先ほど言ったように子供はやることがないとか寂しさとかそんな状態でゲームに逃げてしまっているだけなので、ゲームをじゃあ取り上げるんだったら代わりにやることを与えてあげないといけないんですよ。でこれは先ほども言ったようにじゃあ勉強を与えればいいじゃんと思うかもしれないんですが、それはねなかなか難しいです。最終的には勉強に持っていくことはできても、いきなり勉強に切り替えるのは難しいんですね。だからまずは子供たちがとっつきやすいものに切り替えていった方がいいと思います。それは何でもいいです。子供によって全然違うんですが、例えば子供が漫画がねちょっと興味あるんだったら漫画をね買い与えてあげたら、もしかしたらね一旦ゲームから離れて漫画を読むっていう風に変えられるかもしれないですよね。もちろん小説とかでも全然いいと思います。あとはスポーツとかもいいですよね。例えばお父さんお母さんたちが子供にね、時間を割いてあげられるとします。で子供はもともとね例えばバドミントンをねやってきたとします。そしたら土日とかにね一緒にねバドミントンとかやってあげたら、その時間はとりあえずゲームはねやめることできますよね。だからこんなような感じでとにかくゲーム以外に楽しめる時間を作ってあげることで、まずはゲームから少し離してあげる、こっちの方が安全にゲーム依存を解決していきます。はい、次に不登校解決につなげる方法、これについてお話ししていきます。はい、今言った流れでですね、親子関係が良くなってゲーム以外の楽しみを作っていったりすると、結構ですね、子供たちもね、まあ毎日が楽しくなってくるんですよね。で、そうすると徐々に学校にはやっぱ目を向けられるようになってきます。で、例えばお父さんお母さんね、そろそろ学校行った方がいいかなとか、あとは、ちょっと高校受験このままだとまずいかなみたいな言葉がね、徐々に出てくるようになるんですよ。で、そうなってきたら今から言う3つのステップで、もう不登校ね、解決しちゃった方がいいと思います。じゃあどのようにやっていくか。まずステップ1はですね、生活リズムを整えるということですね。例えば今の時点ではねもともとゲーム依存だったわけなので、夜中までゲームやってる子が結構多いと思います。この場合その状態では朝起きられないので学校になかなか行けないですよね。なので、あ、じゃあ学校にねやっぱ行けるようにするためにちょっとずつ生活リズム戻していこうかって話をして、例えば寝る時間が今ね2時になってるんだったらまずは1時にする、でそれができるようになったら次は12時にするって感じで、少しずつね生活リズムを戻していきましょう。子供自身がね、そろそろ学校に行きたいとかね、受験どうしようかなって気になっている状態であれば、自分自身もね変えようっていう気持ちが出てきているので、お父さんお母さんが上手にサポートしていけば、少しずつ変えていくことはできます。
で次に生活リズムが戻ってきたらステップ2で行けない原因をなくしてあげてください。つまりもともと不登校になっているということは何か行けない原因があるんですよね。これが例えばじゃあ親子関係が悪化して行けなくなっているだけだったらもうこの時点で親子関係ね良くなっていると思うので、まあ、スムーズに行けるかもしれません。ただ学校でトラブルが起きているとかなんかいじめを受けているとか先生と揉めているとかそういったトラブルがあるとやっぱそれ解決しないといけないですよね。だからまずは先生とちょっと相談してそういったのを解決するとか、あとはもう場合によっては本当転校してね新しい学校から再スタートを切っていくとか、うん、この辺はやっぱりあって子供がね一番学校に戻りやすい環境をしっかり作ってあげてください。まあ、これはね担任の先生とかと相談してやっていくといいと思います。で最後ステップ3ですね。これは何かというとステップを小さくするということです。ステップを小さくする、例えばいきなり教室に戻って朝から夕方までずっと学校に行くっていうのはしばらく不登校だった子からすると結構ね大変なんですよ。だからそうじゃなくてちょっとステップをね下げてあげてください。まあ、例えばじゃあまずは適応指導教室、カウンセリングルーム、フリースクールとかねちょっと学校よりかはまあルールがね緩いところからまずはスタートしていくとか、あとはそこで慣れてきたら学校に戻すとかでもいいですよね。とかあと僕の教え子だとまず最初は部活だけ参加するとかで部活だけ参加してそこが慣れてきたら普通に通常に戻っていったっていうような子も僕の生徒でいます。でそんな形でももちろんいいですし、カウンセリングルームが学校にあるんだったらそこでまず練習してから行くとかでもいいと思います。あとはまあ午前中だけね授業に行くとかでもいいと思います。それは子供によってねどんな形が一番いいかっていうのは一人一人違うと思うんですが、まあ、子供たちと話し合い していけばねどんな形がいいかっていうのは必然的に見えてくると思うので、なのでステップを小さく下げてそこで練習、これがクリアできたら次のステップって感じで徐々に戻していくといいかと思います。はい、ということで今日は不登校とゲームのね関係、これについてお話ししました。まあ、動画なので本当に大事なポイントしかお話ししておりません。もう少し細かい説明はねホームページに詳しくまとめてあります。よかったら下の詳細欄からホームページをチェックしてお子さんのね不登校解決に結びつけていただければと思います。